新婚夫婦で同じ仕事に呼ばれたはずが、なんかちょっと違うかも。そのうちにほっこりする人も多かったようだ。1月8日にボートレース福岡にて、新春開運特選レースが開催され、トークショーにみちょぱこと池田美優と夫の大倉士門が登場。昨年10月に結婚したばかりの新婚夫婦が仲良くレース予想などをしたという。だがみちょぱと大倉は結婚後、同じ仕事で共演したことはないはず。二人の共演は結婚前の2021年3月に、若者向けイベント、小10代にて共同で MC を務めたのが最後だったはずだ。これは一体どうしたわけなのか。この日、大倉と共演したのは、みちょぱ、こと、みちょぱのモノマネでも知られるタレントの、みほとけ、でした。みほとけはツイッターで、大倉士門さんとにちょぱでトークショーさせていただきましたと報告。意外にも大倉とは初対面だったようで、10度見くらいされ、めちゃくちゃ似てると言っていただきました、と喜んでいたようです。芸能ライター。みほとけとみちょぱは昨年1月に、72、こと、72新しい別の窓、アベマ、で共演済み。同じ月の、ザ、世界仰天ニュース、日本テレビ系、では収録2日前に急病を患ったみちょぱの代役として、みほとけが出演したこともある。このように、みちょぱは、みちょぱ本人のお墨付きとなっており、その縁で大倉士門との共演も大倉側から共演 NG が出ることもなく、実現に至ったのだろう。みちょぱモノマネで一気に知名度が高まったみほとけは、本業とするお寺、仏像研究家としての仕事が増えているほか、昨年6月と9月には、世界、不思議発見、TBS 系でミステリーハンターも務めるなど、お笑い芸人の枠を超えた活躍を見せています。そして今回はついに、みちょぱの夫とも共演。仕事の幅はますます広がっていきそうです。前出、芸能ライター。見た目はみちょぱにながら、その素顔は慶大卒の看護師で、しかも元ライブアイドル。さらには AKB48 の9期生オーディションに合格、後に辞退、という意外すぎる経歴を持つみほとけ。みちょぱと違いすぎるキャラゆえに、みちょぱ&大倉の夫婦にはむしろハマりやすいのかもしれない。